ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、ケルベロスにパンを与える。厄介な相手を賄賂で懐柔すること。ケルベロスはギリシャ神話に登場する犬の怪物です。人は死ぬと冥界に行くことになりますが、その冥界の入り口を守護する番犬でもあります。三つの頭を持っていて、冥界から逃げ出そうとするものを捕らえては貪り食う。まさに地獄の番犬。ヘラクレスはケルベロスを素手でとっ捕まえて地上に連れ出したのは有名な伝説だよね。この時、太陽の光に驚いて吠えた際に飛び散った唾液から猛毒のトリカブトが誕生したと言われています。このような恐ろしいケルベロスですが、実は甘いものがとっても大好き。お菓子をあげれば夢中になって食べるので、その隙に目の前を通り過ぎることができたそうです。ローマ神話の英雄アイネイアースが死んだお父さんに会うために冥界へ下った時、付き添いの巫女シビュレーが食べさせたのが睡眠薬の入った酒に浸したパンだったと言われています。地獄の番犬にしてはちょっとおまぬけな一面もあるんだね。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。Give a sob to. 今日のチェックポイント。Give A to B. B に A を与える。Give は第三文型では do を使うんだったよね。Sop. Sop. Sop とはスープや牛乳などに浸して食べるパン切れのことです。また、このケルベロスの伝説から賄賂という意味でも使われるようになりました。世の中、綺麗事言う人いるけれど、結局は裏で賄賂をもらってこの世界は動いているのよね。そんな汚いお金の話を聞くたびに萎えちゃうわ。子供の頃に秘めていた高潔の心は一体どこへ行ったのかしら。世知辛い世の中だよね。ということで、今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!